来てればなんとかなるというか、うん、友人の奥さんたちもそこで流されて亡くなってますんで、あの普段の海とは全然、あの穏やかな海とは全然違うものでしたね、はい、電気使える、そんな状況ですら本当にこう尊い、ごく平凡に普通にね暮らせることが幸せだと思います。するのは震災の翌日に防災庁舎から降りてきて、でここで最初に災害本部会議開いて、でその後にねあの記者会見この場所でやらさ、ちょっとそっちの方ですからやらさせていただいて、あれから10年なのかなと思うと考え深いですよね。10年前の、3月11日はですね、ちょっと議会の、最終日で町長が、挨拶をしているところで大きな揺れが来てですね、そこで、私もあの机に座って仕事をしていたんですけど、すぐ外に避難しろっていうような皆さんの声がありまして、私も一旦外に出て、でその後、若干揺れが収まってから、庁舎の方に戻って、揺れがすごかったので長期戦になるのかなということで、上着を何人ぐらいですかね、 2,3 人で取りに行って、あとまとめて、誰かに渡してはいたんですけど、まあ、そこから階段を上がって2階から渡り廊下を伝って、防災対策庁舎災害対策本部の、本部になっている、2階の防災対策庁舎の方に入りました。すでにあの、そこに入られている方も結構いらっしゃって、ヘルメットをかぶって、防災対策庁舎の中でも揺れがずっと続いてましたので、その辺のキャビネットとか倒れないようにこう抑えながら、情報収集に当たろうとしてたところでしたね。こんな中ちょっと情報も少なかったので、県の方から、防災ファックスで、ファックスが届くんですけど、まあ、そのファックスを見てきてくれということでありましたので、じゃあ私見ていきますということで、まあ、ちょっと揺れがちょっと怖いなという、津波がいつ来るかわからないというのはあったんですけど、とりあえず3時に6メーターという情報は私持ってましたので、まだちょっと3時にはなってない状態だったんですけど、すぐ走って、1階の、まあ、総務課付近、通常我々が仕事をしていたところのファックスを見てきて、ただ結果ファックスは届いてはなかったというようなことで、あとそれをすぐ戻って本部の方に、ファックスは届いておりませんでしたというような報告を
いたしました。クスを見に行って戻ったのがもう限りなく3時に近かったと思います。でそこから本部の方でも、女性職員とか、まあ、男性職員の方も、まあ、上がれる方は、上の方に上がってというようなことでお話があったので、そこから順次職員の方々が屋上の方に上がっていったというような記憶はあります。屋上に上がっていくのは私の記憶では私が一番最後に上がった記憶があります。ちょっとその放送しているお二人を、こっちこっちと言って、屋上に一緒に上がっていったので、最後に上がった記憶があるんですけど、まあ、もちろん中には誰もいないのを確認しましたので、でその上がっていく間に屋上の方からうわーとかなんかすごい声も聞こえたので、まあ、多分家が流され始めたあたりですかね。で自分も上がってみたら本当にちょっとすごい、なんて言うんでしょう、今想像を絶するような感じがしたっていうのがありますね。まあ、皆さんやっぱり不安な顔表情ですとか、あと、危機迫る表情というか、そういうのは伺いましたし、あと、当時の総務課長の、自宅がすぐ隣にありましたので、ちょっとそこの、ご自宅も流されるところが、ちょうど、そのタイミングでしたので、なんていうんですか、すごい衝撃を受けたというか、これはもしかすると本当に自分たちも危ういんじゃないかというような。あ、もう自分は助からないなというのは正直思いました。ただ、その近くの鉄柵ですね、そこに、捕まったんですけど、これは絶対離しちゃいけないと思って、もう必死でもう力いっぱい握りしめていたというような記憶はありますね。はい。まあ、私ちょっと運動もしてたので、体力には自信ある方だったんですけど、ただそれでも、波の力ってこんなにすごいんだっていうのが、分かった瞬間というか、黒い壁がそのまま自分に向かってきてドーンと来るような、そういう衝撃も受けましたし、まあこれは後日義理のお母さんからも聞いた話が、黒い壁が自分のところに迫ってきたという、もう本当に5分ぐらい使ってるような、感覚でいました。はい。ただ実際はそんなに長くなかったと思います。はい。全身ですごい威力の波を受けたので、もうすごい力が入らない状態で、あと何でしょう、しばらくの間苦しいというか、そんな感じもしましたし、あと目も、あまり見えないような、ぼんやりとしか見えないような状態でしたね。はい。で、まあ、一番は波引いた時に、今までいた職員がいないっていうのがすごい、なんていうか、なんとも言葉にならない感じがしました。まあ、そういう状況になってから、まず当時の副町長が大きい声でチクショーと叫んだんですけど、私も心の中で同じような思いで、あとは、まあ、夢であってほしいっていうのが正直なところでした。口数は多くなかったと思います。ただ第2波3波が来るときに、みんなで
アンテナに登ったりとか、あと、まあ、落ち着いてきたら、3階に降りて、そうですね、その1本濡れなかったライターで火を起こさないといけないとか、あとはもう寒いけど頑張ろうみたいな励まし合いですか、そういったことは、話しておりましたね。あと、まあ本当に周りの状況が分からなかったので、まあ本当に最悪この10人でこれから頑張らないといけないみたいな話をした記憶はありますね。階段を通常に歩ける状態ではなくて、もう本当に引き波で、寄せられた瓦礫の上を伝って降りていったというような記憶がありますね、はい。私は地上に降りた瞬間に大泣きしてしまったんですけど、要はこの、なんていうんでしょう、いろんな思いがありまして、みんなと一緒にこの地に立ちたかったという思いと、これまで一生懸命まちづくりをしてきた方々の作り上げてきた町がこんなにも、破壊されてしまうんだという悔しい思いですかね。そう思うともう涙しかなかったですね。ああいう大きいのが来ると思わなかったから、実際避難したところっていうのはもちろんもうちょっと町でも奥の方の高台だったんですけども、で前にも津波って経験してる方も多いんですよ、お年召した方なんか。でその時は地震津波って昭和35年にあったんですけど、その時はここまでは来なかったってよく言いましたね。だから逆に海沿いの人よりも奥で住んでて津波で犠牲になったって方多いんですよ。結局自分で体験しててここまでは来なかったとか、っていう形で逃げなかったっていうか。これまで町長もですね、何度か津波被害に遭っているという経験上から、なりわいは様々でも住まいは高台にっていうことでですね、商売とかは定地部でも住まいは高台に住んでですね、まあ安心して暮らせるようにっていう思いで、定地部は危険区域に指定して住めないように規制をした。東日本大震災は日中
まあ、起きてる時間帯に来たんですけど、あれがもし深夜に来てたら被害はもっとあったんじゃないかなと思いますね。ただ津波もさすがに今の高台にまでは来ないと思うんですけれども、昔もその何でしょう、チリ地震津波とか経験している方は以前そこまで来なかったからということで逃げ遅れた方もいらっしゃるっては聞いてるんですけど、安心しすぎてもちょっとあまり良くないなとは思うんですが、地形とかによってはまあ高くなっていくので絶対安心とは思わない方がいいかもしれないですね。家族が犠牲になった方たちの心境としてはいろいろ複雑な部分もありますけども、まあ、自分たちとしてもちょっと複雑な気持ちではありますね。自分たちが観光施設っていう中で商売してるじゃないですか。何かちょっと防災センターっていうのがちょっと見せ物的な、扱いに、ある角度から見ればそうなってしまってるのかなとか、まあそういうふうな部分はすごくこっちとしては不本意なんですけど、本来はもうそうですね、まあ広島の原爆ドームと同じような、もうとにかくその津波の凄まじさ、そこで犠牲になった方たちが実際にいるっていうふうなものが絶対忘れちゃいけない。なるべくその当時の状況そのまま残してあるようなリアルな建物じゃないとダメかなって思いますけど、やっぱりこの町に来ていただいて、まあ、この町の復興の様子とか、まあ、震災の爪痕とか見て、当時の状況とか知ってもらうっていうまあ、もちろんなんですけど、やっぱり来てそこで終わってしまうのが、まあ、感情的には難しいんですけど残念だな。そこからもう一歩こう、じゃあ皆さん自分のところに、まあ、その家とかその住んでる地域とか生まれ故郷とかそういったところに戻った時に、その行った経験がどう、こう生きるんだろうなっていうところまで落とし込めたらいいなとは思ってます。なので災害もそうですし、まあ、このコロナもそうなんですけど、いつやっぱり自分の日常が壊されるかわからない状況なんで、取れる対策は取ってほしいと思いますし、この身近な人のありがたさとか、本当に水出る、電気使える、そんな状況ですら本当にこう尊いというか、その日常の中の幸せって本当に転がってるとは思うんですけど、そういったものをこう感じられる、まあ、対極にあるものなんですけど、震災の悲惨さとかそういったものって今暮らしている人の日常の幸せっていうのを比較すれば感じ取ってもらえるだけのものだったとは思っているので、そこをやはり悲惨さだけをこう見てその時感じてもらうんじゃなくて、自分の日常に帰った時の、まあ、防災の備えとかも含めなんですけど、日々のこう何か暮らしのありがたみとか人への優しさとかそういったものにちょっとだけも還元してもらえたらいいなっていうのは、そこまでやってこそやっぱりあの建物の価値が、まあ、あってもなくても見えるんじゃないかな、この街おかげさまで10年で
こんなにこう、ね、あんだけめちゃめちゃになった町がいろんな形でこうまた町としてこう動き出せるところまで来ているのは本当に自分が関わった人だけでも相当ありがたいのに、その何千倍とか何万倍の人がこう関わって支援してくれたからなので、その方々にこうちょっとずつでも返せるものって言ったらこういう発信しかないだろうな、この町の人みんな思ってると思う。